はい、どうも皆さんこんにちは、鉄拳です。鉄拳オリジン1月16日土曜日、今日はね、中央競馬の予想を公開したいと思います。まあ本日からですね、小倉競馬が開催します。まあ本来であれば初日から小倉競馬に毎年出かけてですね、冬の小倉競馬を楽しむのですが、まあ緊急事態宣言真っ只中ということでは致し方がないということになります。この状況がまあいつまで続くんでしょうかね。ネット観戦が当たり前になってきた昨今ではありますが、やはり一日も早く実際に競馬場へ行って競馬を楽しみたいものです。さてですね、冒頭になんですが、この冬の小倉競馬の攻略方法について簡単に話します。冬の開催はですね、2種類の芝、まあ要するにですね、野芝と洋芝を混合して施行される、いわゆるですね、オーバーシードに対し、夏開催はですね、野芝のみの馬場を使用されますので、物理的にはですね、全く違うコースというふうに考えて構わないと思います。まあ現に冬と夏とでは同年の開催であっても約ですね、芝コースで 1.5 秒から2秒ほどですね、冬の方が時計がかかる馬場となりますので、昨年のですね、夏の実績を小倉校舎として過信するのは危険だと言えます。夏の小倉は早い時計での決着になるので、文字時計に注目して予想すれば結構ね、的中率を上げることができますが、多乗で通用しないケースも多く、逆にですね、冬の小倉で好走する馬はですね、多乗での好走歴がある馬が台頭する可能性が非常に高いんです。ただですね、人気馬がそのまま好走するということになるというと、まあそうではないのが競馬の難しいところで、狙いはですね、阪神とか中山の坂のあるコースでバテた先行馬です。まあ小倉競馬はね、ご存知のように坂がないことに加え、直線が極端に短いので、バテる前に結構粘り込めるんですよ。まあ難しいかもしれませんが、小倉競馬を買われるときにはぜひね、参考にされてみてください。まあ本日推奨するレースは重賞の愛知杯を含む全メイン3クラです。特に愛知杯は上位人気をぶった切り、後輩とのみに特化した必殺のマルチ流しで勝負します。まあ2013年にはですね、3連単450万馬券も飛び出した混戦必至の牝馬重賞ということもありますし、今年も大波乱の期待がかかります。愛知杯にはですね、クラブ所有馬が今年数頭出てきます。クラブにはですね、まあいろいろありまして、クラブによってはですね、牝馬の引退ルールが異なります。まあその全てを熟知している人はまあ多くはないとは思いますが、まあそんな人間の都合もあって、好走する馬、まあそうでもない馬がある程度分かったりもします。まあね、そのあたりも踏まえて大波乱の買い目にご注目ください。それではですね、中央競馬のメインレースですね、各11レースの予想していきたいと思います。まずなんですが、小倉ですね、虹の松原ステークスですね。こちらなんですけど、あ、ちょっと全部入りきれなかったんで申し訳ないんですけど、こちらでですね、推奨したい馬っていうのが、1番の名将猛虎ですね。はい。小倉といえばですね、名将の冠名がよく活躍する舞台でも有名ですが、地元馬主の馬が好走するということはあながち間違いではないです。まあ、口取りの利便性という意味合いもありますし、やはり関係者もですね、地方で勝たせてあげたいという心理状態になることは紛れもない事実です。同馬は前走約7ヶ月ぶりのレースで、1600メートル戦で前半3波論の33秒9という超ハイペースで逃げました。まあさすがにね、早すぎたという感がありまして、逃げ馬だけにですね、大敗するケースも多いですが、逆にね、勝つときは鮮やかに逃げ切ってしまいます。まあ超ハイペースで前走逃げただけに、今回ですね、タバが簡単に絡んでくることはないでしょう。まあその分楽に逃げれる公算が高いと思いますし、小倉はですね、開幕週で、今回絶好の最内枠を引き当てたという運も味方していると思いますので、構想条件が揃った印象です。まあ、買い目の方はですね、人気薄になりますので、思い切ってね、3連単の多点買いで高配当を狙いたいと思います。買い目なんですけれども、3連単のマルチ流しで1番から
3番、7番、8番、9番、10番、12番と、この相手6頭の90点で、勝負したいと思います。どの決まり目が出てもですね、最低300枚は下りませんので、ここはですね、最後まで絶叫できそうな感じですね。まあ、残れっていうところで、叫ぶかというふうに思います。そしてですね、続きまして今度中京に移ります。お待たせしました、愛知杯ですね。はい、こちらなんですけど、まあ、フルゲートですね、18頭立てになります。ここで推奨したいのはですね、2枠の4番のウラヌスチャームです。岩田康成ジョッキー騎乗ですね。前走のエリザベス女王杯は、勝負どころで一気にまくり、この馬の持続力を生かす競馬を試みましたが、まあ、最後はね、力尽きて13着でした。ただね、ラッキーライラックなどの強敵を相手に勝ちに行く競馬をしたことは好感が持てますし、まあ、前走後はですね、一旦放牧に出されましたが、昨年末にですね、帰休後、まあ、ウッドチップコースを中心に入念に乗り込まれ、今週もね、ウッドチップで、びっしり乗り込まれました。で、ゴハロンがですね、65秒7という高時計をマークしてますし、まあね、状態面は絶好調というふうに思っております。まあ関係者からもですね、完全に仕上げることができたと言われてます。で、今回はですね、ロスなく立ち回れそうなインド4番枠を引き割ってました。そこもね、好材料だと思ってますし、持久力勝負に持ち込むことができたら、好勝負は必至です。で、この馬もですね、クラブ所有馬なので、今年3月いっぱいまでがリミットということもありまして、関係者の間では、なんとかね、この子にタイトルを取らせてあげたいという思いがひとしおということでした。まあ、同じようにクラブ所有馬でですね、人気のセンテリオなんですが、ルメール騎手騎乗です。で、この馬はですね、キャロットクラブの規定で、今回が実質最後の引退レースになりますので、花道を飾るという意味合いもあり、ルメール騎手を起用してきました。が、トップハンデの56キロは有利とも言えず、今春からですね、繁殖も決まっているということもありますので、ガチの仕上げはほぼほぼないと見てます。なので、この馬ですね、今回僕人気でも消したいと思ってます。まあね、大穴期待のマルチ流しというところにもなりますが、相手の方にはですね、大穴でですね、タガノ・アスワドとナルハヤの逃げ馬2頭を加え、大波乱の相手6頭のマルチ流しで勝負します。買い目ですが、4番から2番、6番、11番、15番、17番ですね。あと18番の90点。まあ、記録的な高配当に期待したいと思います。まあ、逃げ馬2頭が残ってくれればですね、相当高配当が見込めますので、ナナコちゃんが乗ってる、ナルハヤもですね、結構期待しているところではあります。金量も軽いですし、まあ、2頭でね、ペース、競り合わずいけるんであれば、結構ね、前残りも期待できるのかなというふうに思います。続きまして最後なんですが、中山の11レースになりますね。カーバンクルステークスですね。こちらなんですけれども、芝の1200メートルのレースになります。で、こちらの方で推奨した馬っていうのが、これもまあ内枠の方なんですけど、3枠5番のカイザーメランジェですね。小畑騎手騎乗です。で、6連続ね、2桁着順ということで、まあね、皆さんから買う要素なんてないだろ、これって、言われるのが大半の意見だと思いますが、僕はね、行けたって真剣です。まあ、1年1ヶ月の長期休養明けのですね、金4戦もですね、2桁着順だったのですが、前走のね、タンザナイトステークス、これ10着だったんですけど、はですね、直線で前が壁になる振りがあったことでの惨敗でした。仮にね、スムーズに抜け出したとしても、勝ち負けまでできたかなというところはあります。まあね、それは確かなんですが、それはね、厳しかったと思います。でもね、10着ということは絶対なかったと思いますし、まあね、掲示板は最低でも確保できたんじゃないかなというふうに思います。まあ関係者の方からもですね、いい頃の出来に戻ってきたと言われてましたし、中間の追い切りもですね、上向いてることも推し材料ですが、中山コースがですね、この馬ですね、今まで7回走って、1着2回と3着1回、まあね、着外が、
4回ですね。馬券圏外が4回と。まあね、得意と言える、舞台ということもありまして、相手はもちろん手広くマルチ流しで流します。買い目なんですけれども、3連単のマルチ流しで、5番からですね、2番、6番、7番、12番、15番、16番ですね。の90点で、勝負したと思います。まあ、どこにどう転がしても高配当は確実なんですが、まあ、点数が気になる方はですね、芝1200メートルで安定した成績が光るですね、ケープゴッドとの二等軸マルチ流しもお勧めしておきます。まあね、前開催は3日間開催だったので、まあ、月曜日まで開催が今回ありました。毎日競馬ができるということ自体は嬉しいことなんですが、まあ、レースとレースの間隔が1日短くなる。まあ、たった1日だけでもかなり短く感じます。まあ、曜日がわからなくなってしまいました、今週は本当に。まあ、ちょっとしたことでですね、時差ボケになりやすい僕なんですが、はい。まあ、日中で、ね、今週はずっと睡魔に戦わなきゃいけなかったと思います。で、体内時計を戻すにはですね、ずっと起きてるか逆にずっと寝てるしかないので、今日ね、僕はすでに18時間ぐらい起きてます。まあ仕事はね、ある程度はかどるんですが、体にはですね、あまり良さそうではありませんし、まあ明日はね、京成杯と日経新春杯もありますし、あと少しだけ頑張って、まあ仮眠を取ろうかなと思ってます。まあね、無料予測稼業も楽じゃありません。明日の配信でですね、後輩と的中報告ができることを夢見ながら、もう少しね、今日も頑張りたいと思ってます。僕の努力に免じて、よかったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますね。それではですね、今日の配信はこれで終了します。はい、失礼いたします。チャンネル登録と高評価お願いします。